はい。こんにちは。文具王です。えー、サンスター文具の第24回文房具アイデアコンテスト受賞作品のご紹介です。はい。今日紹介するのは、はい。ジュニア部門の佳作ですね。えー、の、えー、2アイテム目になります。えー、とですね、はい。えー、提案していただいたのはこちら。はい。フラスコペン。えー、山の口志友さんですね。えー、の、えー、アイディアになります。フラスコペン。ね。 大きく、あのー、作品の画像は、こんな感じでした。はい。えー、紙による応募だったので、ここにですね、書かれているので、ちょっと、ちょっと読んでみましょう。はい。よいしょ。はい、こんな感じです。えー、説明。えー、フラスコ型のペン。赤、黄、青の三原色で自分で色を作れる。洗えば何度でも使え、ラメを入れると、キラキラ可愛い色も作れる。間違えても消しゴムで消せるという風になっております。ね。 えー、で、ね、発明家気分。何度でも使える。色の三原色を使って自分で色を作ることができるっていうことで、インクがね、赤、黄、青の三色と、ラメ。で、ラメを入れると、可愛いインクも作れるよと。で、消しゴムで消せるっていうね。消しゴムで消せるかっていうね。ところなんですが、こんな風になっております。えー、とですね。まあ、わかりますよね。自分でインクを調合して好きな色を作りたいっていうのはですね、 まあ今、マネジストの好きな大人の人でもですね、結構楽しんでいるっていうところだったりもするわけで。それをですね、まあこのフラスコっていう形もなかなかいいなと思うわけですね。ということで、えっと、えこれに関してはですね、え足富隆先生のえコメントをいただいております。はい。えー、フラスコペン。えコメント。え学びと遊びを一つにした作れたアイデアです。フラスコペンという名前も素敵です。 名前を聞いただけで楽しみながら実験したくなるし、一度聞いたら忘れられない魅力があります。学生時代に三原色を使って何百もの色を作ったことがありますがえ、フラスコペンがあったらもっと楽しく自分好みの色を次々と作って集めることができたでしょう。もしフラスコペンが商品になったら、すぐに色作りを始めたいと思います。というふうに言われております。はい。えー、で、そのフラスコペンなんですけども、 これでね、作るのが大変だったんですよ。一応、作ったので,ですね、見ていただきましょう。はい。えー、作ったのが、はい。こちらドーンっていうね。わかりますはい、こんな感じです。えー、今ちょっと三脚に立てておりますが、えー、出すとですね、こんな感じになってます。えー、フラスコになっていてですね、ほら。フラスコになっていて、下の部分にはですね、ペンが繋がっています。ね。 ガラスのフラスコにですね、ガラスドリルっていうやつでですね、すっごい時間かかるんですけど、穴を開けて、そこにですね、この、ペン先をつけてあります。えー、マネヒス好きな人だったら知ってるかなエルバンっていう会社のですね、えー、ボールペンなんだけれども、えー、マネヒスのインクカートリッジが使えるっていうやつがありまして、それの、えー、パーツをつけています。なんですが、まあ、なので、これですけども、よいしょ。えー、と、今手で持ってたんでち、ちょっと、ちょっと固定しますね。はい。 これじゃあ使えるのかっていうとですね。はい。紙を持ってきましょう。で、これでですね。自分の作ったインクを後ろから入れてですね。こうやってやるとですね。ほらちゃんと書けるこれすごくないですかかわいいでしょこうやってやると、こうやって書けるんですよ。はい。えー、よいしょ。ほら。ほら。こんな感じです。えー、フラスコ型になってるんですけども、こんな風にして、はい。書くことができますよっていうことでですね。 わ楽しいっていうね。これはね、やっててね、苦労はしたんですけれども、楽しいです。そして、実はですね、あ、で、これですね、えー、インクはですね、えーと、あ、CMY で並べた方がいいかな。えーと、赤き青の順番っていうふうで、あの、インクは提案されてたんですけれども、実は、えー、まあ、インクの色の三原色っていうのは、 赤き青ではなくて、シアン、マゼンダ、イエローっていう、この3色なんですね。で、まぁ、あ、だいえい、ー、まあ水色っぽい青と、あとはですね、ちょっとやんわりした紫がかった。ちょっとだけ、えっ、ー、と、まあピンクっぽいというか、紫っぽいっていうマゼンダっていうね、赤と、あと黄色のイエローの混ぜると、えー、いろんな色が作れるよっていうことなのでですね、それに近いインクを用意しましたっていう感じですね。はい。 ま、これ実はですね、あの、セーラーさんっていう会社がですね、出している、100色もあるインクセットの中からインクの色を選んでるんですけれども、本来これ混ぜることを推奨はしてないんですけれども、まあ、同じシリーズでですね、えー、ま、揃えてみました。まあ、えー、厳密に言うと本当は混ぜない方がいいところなんですけども、まあ、100色あるやつなので多分、えっ、ー、と、そんなに反応するようなやつを一緒にはしてないだろうということで、 やってます本当はね混ぜてもいいインクってミクサブルインクとかっていうのは世の中にはあるんですけれどもちょうどねこのねちょうどいい三原色の色っていうのがなかなかなかったんですねということで、まあ、プラチナさんの、えー、っとミクサブルインクで最初は行こうと思ったんですが今回はセーラーさんを使っていますそしてですねここですね、えー、ラメも一応用意はしましたただ、まあ、今入れちゃうとですねラメやっぱどうしてもねあの中で詰まっちゃったりすることもあるので、えー、入れてませんがまあそういうことも え、できるのかなということで用意してみました。で、実はですね、この、まあ、フラスコに穴開けるのが実は最初難しかったので、最初に用意したのはこれなんですね。これ。えっと、試験管タイプで作ってみました。 で、試験管でも同じことができるんですけど、これですね、後ろの部分がこうやってですね、開けるとこういう風うになっていて、えー、まあこれだとね、少量でもインクが入れられるということで、こんな形のも作ってみました。これもね、あの、試験管に穴を開けてですね、えー、まあこれはあの、プラスチック製なのであ穴開けやすいんですけども、それに対してですね、えー、ペン先を合体させています。まあ、そんな感じです。よいしょ。元に戻そう。はい。 でなんですけれども、そんな感じです。なので、ま、僕もやっててね、いやーやっぱりね、これはね、楽しいよ。この形。このね、試験管っていうか、ま、これはあのフラスコですけど、フラスコタイプっていうのが、すごいいいですね。今ちょっと水滴ついちゃってますけども、入れた時の水滴がついてますけど、こんなになってます。ね、楽しいですよね。ただし、これ作ってて一個分かったんですよ。えー、実はですね、この、 線をしてないと、ここをキュポって開けちゃうとですね、こっち側から空気が入っちゃうので、インクがどんどん下がっていて、先端から出てきちゃうんですね。で、流れ出てしまうということが分かってしまって、なので実はですね、ここの部分ですね、しっかり線をした状態じゃないと書けないし、あ、書けないというかね、漏れちゃうってことが分かったんですね。ということで、 まあ、そこら辺にね、だからインクを入れる間、蓋開けてるので、インクを入れてる間にタパタパこっちから出ちゃうんですね。なので、まあ、実際に商品化する時にはですね、この辺にもう一個ですね、インクを止める弁みたいなものをつけておいて、インクの入れる間とか持ち運びの時はカチッと止めておいてあげないと、インク漏れちゃうかなっていうところがあってですね、そこがまあ若干、 え、このアイデアのですね、このアイデアとか、この、これ実現する上ではね、技術的には、え、クリアしなきゃいけない問題かなと思いますけど、いや、でもね、それを差し置いてもですね、これはね、インクを調合する楽しみ、楽しみっていうのをですね、ものすごい端的に表してるっていうか、これ絶対楽しいでしょほら、今ちょっとね、あの、手で持ってるから、空気が膨張しちゃってインクはちょっと漏れてますけども、こんな風になっちゃう。 なので、手で持ってるとね、温まっちゃってですね、インクは出ちゃうんですけど、まあ、そこはね、まあ、今後ね、あのー、これに関しては技術的にカバーしてあげればいいかなと思うんだけど、こんな楽しいペンないよなって思ってですね、いや、改めて形を作った、なんか実際に形を作ってみて、このアイデアのね、素敵さにまたですね、感銘を受けるという感じだったりします。ほら、こんな感じですね。 でまあせっかくなんでまあこんなね、三脚の上に立てて置いとくと可愛い,いかなということで、作ってみましたよ、という感じです。なのでちょっとね、あのー、汚れちゃう可能性があるのでえ、手放しには推薦できないんですが、 いや、これは、ちょっと面白いな、素敵だな、と。ええー、と、なので、ええー、と、これ <laughs>、終わったらですね、もちろんこれもですね、ええー、と、まあ、提案していただいた山の口さんにですね、プレゼントしようとは思うんですが、えー、汚さないように気をつけてね、っていう、ええー、ところはあります。ということなので、よいしょ。はい。ええー、なんですが、はい。フラスコペン、ね、素敵な形で実現できました。ということで、 もうこういうのやってるとね、えー、毎回ね、こういうのってどうやって作ろうかなって頭を悩ませるんですけれども、まあそのね、あのー、苦労する以上にですね、出来上がった素敵さにですね、自分たちも圧倒されてしまうことがあってですね、まあ、いいアイデアをいただいたなというふうに思いますという感じです。はい。ということで、ええー、山口さんの、はい、えー、フラスコペンのご紹介でした。 えー、明日はまたですね、えー、まあ、またですね、とんでもないアイデアがありますので、えー、そちらの紹介に行きたいなと思います。ということで、えー、あ、そうだ、一個だけできなかったのはね、これ、消しゴムで消せるっていうのはね、ちょっと実現できませんでした。これはね、やっぱ今ね、フリクションとかね、いろいろあるんですけれども、あのインクでさらに調合できてっていうのはですね、まあ今回はできなかったんですけど、まあ将来的にね、 ああいうインクがもっと普及してきたら、え、できることになるのかもしれません。ということで。でもね、あの、気持ちはすごいよくわかる。ということでですね。え、なるべくこの形を忠実にやってみたらね、ちょっとでかいっちゃでかいんですけどね。え、持つときにはね、こんな感じになる、なるんですけども。いや、素敵ですよね。これはね、いや、あの、これで飾っておきたいっていう感じで、え、素敵なペンができました。ありがとうございました。ということで、え、山口さんありがとうございました。以上です。